それではこの問題やっていきます。ルート2が 1.4142 で、ルート3が 1.7321 とするときに、分母の有理化を利用して次の値を求めようと。で、まあ有理化を使ってってね言われてるんで、とりあえずまずは有理化から始めましょう。で、分母がルート3足すルート2なので、ルート3引くルート2をかけてあげましょう。そうすると分母はこれ3引く2なんで、これね、分母1になります。で、上は、10かけるルート3引くルート2。ってことで分母がなくなって、ルート3引くルート2になると。で、ここでですね、ルート3とルート2がさっき小数で表されてたんで、それを代入します。で、これは先に10倍しても、中先に計算しても多分式はね、変わらないんで、計算を先にします。で、これ計算すると、皆さん筆算使ってください。3179と。はい。で、最後10倍するので、3.179 となります。ここ筆算が大変なんですけど、まあ、これがね、答えになります。はい、それでは、括弧2番やっていきます。今度はルート12引くルート2分の1ということになってますんで、まず有理化もするんですけど、このルート12をね、簡単に一応しときましょうか。で、それに、有理化をするので、2ルート3足すルート2をかけてやると。はい。はい。で、これ計算すると、分母が、12引く2になって、分子が2ルート3足すルート2と。つまり、10分のね、2ルート3プラスルート2と。ってことは、まあ、10分の1かける2ルート3プラスルート2。なので、また代入をやっていきます。で、上がね、こう2かける 1.7321 足す 1.4142。はい。で、上の計算なんですが、掛け算とね、足し算を筆算してください。計算したものがこちらになります。で、10分の1なんで最後ね、小数点1個下げましょう。48784と。はい。これが答えになります。はい。じゃあ次の問題いきます。x イコール1引くルート5の時、次の式の値を求めようと。で、まず括弧1番 x2 乗引く 2x 引く4なんですけど、これはあんまりなんか工夫してもね、そんなに楽にはならないので、そのまま代入していきたいと思います。で、計算をしましょう。はい。ということで、これ2ルート5と2ルート5消えて、数字も1、5で6でマイナス6もあるので、これ0になりますね。これは括弧1の答えです。で、2番なんですけど、2番は x の3乗引く 2x の2乗。で、これもまあ直接ね、代入してもいいんですけど、やっぱ3乗とかね、ちょっとめんどくさいので、さっきの括弧1使います。で、括弧1で、この x2 乗引く 2x 引く4が0っていうのが分かってて、これ、マイナス4をね、ちょっと移行します。で、4にします。で、なんでこうするかっていうと、これね、この括弧2の問題をちょっと因数分解、してもらうと分かるんですけど、ただし、なんか普段だとなんか x2 乗でね、くくっちゃいそうなんだけど、とりあえず x でくくると、こう、あら不思議という、こう、同じのがね、出てきます。なんで、この中が4になるんですよ。なので、それをね、代入すると、1引くルート5、この x のとこですね、かける4になるんですね。なんで、これ計算すると、これ4引く4ルート5っていう風になるんで、これ3乗計算するよりも楽だと思うんで、これ使ってください。じゃあ、これが答えになります。